皆さんこんにちは。歌うヨギーニ、ソプラノ歌手でヨガインストラクターの森かおるです。今日は歌う前の5分間ストレッチやっていきたいと思います。歌うためにはね、この首周りの筋肉ね、使いますよね。ここをしっかりほぐしておくと声も出やすいし呼吸もしやすいということで、5分間やってみたいと思います。ぜひ一緒にやってみてくださいね。それでは始めていきます。はい、それではまず肩周りをほぐしていきましょう。指先を肩の付け根にね、つけます。3本で、肘をできるだけ胸の前で近づけましょう。そのまま吸いながら、できるだけ肘と肘を近づけたまま上に持ってきて、離れたら真上です。真上まで持ってきて、できる範囲でね、吐きながら後ろ肘で大きく空間に円を描いて、肩甲骨寄せて、最後また胸の前で肘を近づける。これをあと4回いきますよ。吸って吸って吸って上、吐いて、遠くから遠くから下ろしてきて、肩甲骨寄せてね。はい、前でくっつけて、あと3回。吸って上、首がね、前に出ないように、あくまでも体まっすぐですよ。はい、吐いて、後ろ後ろ後ろ、肩周り、肩甲骨周りね、よく動かして、はい、吸って4回目上です。吐いて、後ろ後ろ後ろ、遠くから前へ、最後です。吸って上、吐いて、後ろ後ろ後ろ、はい、前。じゃあ反対回し、吸って後ろ、後ろから大きくね、さっきと反対に、真上まで来てから前で、できるだけ早くくっつける。はい、あと4回。吸って後ろ、後ろから上から前、吐いて吐いて吐いて、あと3回。はい、吸って後ろ後ろ後ろ、上から前、あと2回、頑張って。吸って後ろね、無理なくですよ。吐いて前、痛みを感じたらちょっと緩めて、はい、吸って後ろ、大丈夫そうならね、痛気持ちいい範囲なら大丈夫ですから、少しずつ可動域広げて、吐いて前です。ゆっくり手を下ろして、少し目を閉じてね、腕回り肩回りじんわり暖かくなっているのを感じましょう。はい、では目を開いてください。今度ね、首筋を伸ばしていきます。分かりやすいように少し横を向いてやってみますね。はい、では後ろで手を組んで、吸いながら斜め下に腕を引っ張ると、肩が後ろにね、引っ張られますね。そのまま引っ張ったまま組んだ手を右へ持ってきます。ここで一旦肩を床と平行にね、して、で、座骨から頭頂まで背骨に沿って吸い上げます。吐きながら頭を右へ、ね、組んだ手の方ですね、同じ側に倒していきます。ここで目を閉じて呼吸をしばらくしてみてください。吐くときお腹へこんで、吸うときに肋骨や胸の上まで広がって、またさらに深く吐いていくと、頭の重さで左の首筋がどんどん伸びていきますよね。体真ん中です、両方の座骨が均等についたままね、左の肩はロックされていますから上がってこない状態。そのまま呼吸しながら、頭をどんどん右へね、落としていく感じ。いまいち伸びが感じられない方は、少しね、前後に、この首を倒したまま前後に首を動かしてみて、頭を動かしてみて、心地よく伸ばせそうな場所を探してみてください。そこでストップして、しばらく呼吸します。頭の重さを使った無理のないストレッチです。はい、吸いながら頭を起こしてきて、吐いて一旦両手組んだまま後ろでだらん。ではね、今度正面向いて反対側もやっていきましょう。もう一度吸いながら組んだ手を斜め後ろへ引っ張って、吐きながら今度左ですね、左の方へ組んだ手を持ってきて、一旦息を吐いたら、もう一度吸います。座骨から頭頂まで吐きながら、頭を今度左へ、目を閉じて心地よく深い呼吸を何度かしてみましょう。ご自分がね、気持ちいい角度、
ちょっと探して、ここ伸ばしたいというところを見つけたら、そこでしばらく長い呼吸をしてみます。息を吐くごとに頭の重さで首筋がね、じわじわと伸びていくのが感じられると思います。呼吸をゆったり深くしてあげると内側まで緩んできますからね。呼吸を止めてしまうと内側がねあまり緩まないんですよ。これが、はい、じゃあ吸いながら頭を起こしてきて、両手後ろで下ろしたら、しばらくそのまま目を閉じたまま、ね、首周り肩周りのじわじわ温かいのを感じてみましょう。呼吸をしながらね。はい、いかがでしたでしょうか。結構ね、首周り肩周りがポカポカしているのではないかと思います。血が巡っている証拠ですね。ということは柔らかくなっている。ぜひ歌ってみてくださいね。このチャンネルではこうした歌う前の5分間ストレッチ、そして椅子ヨガや通常のヨガ、そして私自身の歌の動画、歌のレッスン動画、時々はね、私が癒されるって感じる動画なんかも流しています。よろしければチャンネル登録やグッドボタンお願いいたします。皆様が明るくポジティブになれるような動画を配信していきたいと思います。時々トークライブもやっていますので覗いてみてくださいね。はい、それではまたお会いしましょう。